次郎さん、はい、これ。これは、お弁当？え？また作っちゃった。トマトサンド。ありがとう、アスカさん。わざわざ。え？だって次郎さんは、うちの大切な社員ですからね。そう言ってもらえると嬉しいですよ。よーし、今日も頑張りますか。お腹が空いたらそれ食べてね。ありがとう、行ってきます。大切な社員か。バカだな私。いってらっしゃい。おい次郎、お前昨日。アスカさん分かってくれたよ。最初はどうなることかと思ったけど、自分の間違いに気づくとすごく素直なんだよな。そうか、大切にしろよ。お前の仲間はあの兄弟だけなんだからな。
何言ってんだい。おやすさんだって仲間だろ。いや、俺はもう長くない。え？感じるんだよ。近いうちに俺がとてつもないヘマをやらかす予感をな。だから次郎、一度お前の頭をいじらせろ。少し調べておきたいことがある。え、そんな急に言われても。配達だってあるよ。緊急だ。じゃあ明日まで待ってくれ。とりあえず今日の分だけは配達しないといけないからさ。うん、わかった。じゃあ明日手術の準備をしておこう。また明日な、おやさん。
さあ、今日も戦闘専用の俺様が汎用型のお前をいたぶってやろう。なあ、一つ聞いていい？なんだ？戦闘専用の配達員って一体何をするんだ？戦うんだよ。お前、実は何も仕事がないんじゃないか？そんなことは。本当は一回も配達したことなんかないんだろう。うるさい！なんだ、ベテランぶりやがって。俺様の仕事は？お前の仕事は？俺の仕事は？お前の仕事は？貴様の魂を地獄へ配達することだ。なんだと？それも特急便でな。シーン。待て、無視するな。なんだ、俺はお前の相手なんかしてられんのだ。なぜだ。命と命のやり取りをしろ。なぜ俺様と戦わない。それは俺が宅配便のドライバーだからだ。配達した荷物を受け取ったお客さんの笑顔をお前は見たことがあるまい。額を滴り落ちる汗の向こうに輝くお客さんの笑顔を、大勢のお客さんが俺の配達を待っているのだ。行く！待て！そうはさせるか。全力で来い。なぜだ？なぜ戦闘専用の俺様が汎用型に勝てない？教えてやろう。それは配達魂だ！何？俺と貴様の配達魂の性能に大きな差はないはず。いや、むしろ俺の魂の方が吹け上がりに優れるはずだ。性能とかそういう問題じゃない！言うなれば、配達魂の熱さだ！熱さ？ブラックジロー、お前の配達魂は、ぬるいんだよ！なんだと？配達の喜びを知らないお前の配達魂には、熱さがないんだ！そんな配達魂に
俺の配達魂が負けるわけがない！な、認めん。認めんぞ！俺は、ブラック・ジロー。ジローシリーズの中で、最も戦闘力が高いブラック・ジロー様だ！汎用型の試作に過ぎない貴様などに、ジロー、次で終わりにしてやる！覚悟しておけ！良くも悪くもない。平凡だね。獣がいるって分かってたじゃないか。ヘマの予感で頭がいっぱいでな、気づけなかったのさ。そんな牧草のカップでコーヒーまで出しちまった。いいものなのかい。わからんだろうが、あれはいいものだ。バカだよ、おやさん。大バカ者だ。ジロ、偽物に伝えろ。ああ、伝えるよ。おやさんは大バカだって。そうじゃねえ。これから言うことを伝えろ。おかずが焼きそばだからってなんだ。おやさん、おやさん。セッティ、いってらっしゃい。
それまで。追加の荷物あり、集配所に立ち寄りお願い。だったら言われた通りにするな。
親父の魂を先に地獄へ送っておいたぜ。あいつも裏切り者の一人だったからな。ブラックジロー、貴様、憎しみが溢れているな。だが貴様が俺を憎むように、俺は貴様が憎い。何？貴様は配達していれば幸せなのだろう。しかし戦闘専用の俺は敵を、貴様を倒さねばダメなんだ。違う！それはお前の思い込みだ。思い込みにとらわれたお前にはこの世界にあふれる喜びが見えんのだ。何？お前に、おやっさんの最後の言葉をやろう。おかずが焼きそばだからってなんだ！何が言いたいのか、さっぱりわからんぞ。わかるまい！所詮、それがお前の限界ということだ！全力で来い。なぜだ、なぜお前はそんなに、いや、もうどうでもいい。最後に教えてくれ、
あの言葉の意味を。たこ焼きだろうといいじゃないか。やはり俺には何のことかよくわからんな。お前が戦闘専用というのは、お前の仕様と心の問題だ。お前にも俺と同じ走るための足と運ぶための手があるじゃないか。どんなに効率が悪くたって配達はできるはずだ。荷物を通じてもっと大切なものを運ぶんだ。そのためにお客様は俺たちに荷物を預けてくださるんだよ。俺にも運べるかな。運べるとも。これから運びに行こう。一緒に、ブラックジロー。いや、それは無理だな。なぜだ。行こう。実は俺の核パルスエンジンが誤作動を始めているのさ。爆発まで時間がない。え？爆発に巻き込まれないところまで逃げろ、ジロー。待てよ。立派な配達員になるんだろう。俺が修理してやるから諦めるな。いいから逃げろ。お前まで巻き添えにするとジロータイプは一つも残らないだろう。ジロー、そうか、配達とはそういう。今お前を安全圏まで運びたいというこの俺の気持ちか。今俺は、間もなく爆発します。安全なところまで避難してください。本機は間もなく爆発します。安全なところまで、爆発まで10秒。9、8。ブラックジロー、くー、兄さん、うわー。兄ちゃん、どうしちゃったの。そっとしといてあげなさい。おやさん、見ててくれ。俺は一人でだって弱肉強運を倒してみせるぜ。おやさん、良くも悪くもない平凡だね。明かされたジローの過去。ジローはドンガメ宅配を我が物としてしまうのか。守るべきものと平和のために愛と荷物を抱えて走れ、ジロー。そうです、走るのです。私たち弱肉強運のために、一緒に釈迦を歌いましょう。やっぱり僕の睨んだ通りだ、裏切り者。次回炎の宅配便最終話、去りゆく配達員。熱き配達魂は君の胸に燃え続ける。you
兄ちゃん、ここんとこ朝遅いね。ああ、ちょっと夜に調べ物をしててな。そういうこと聞くとまた疑惑が深まるんだけど。わかってるんだ、僕がいくら疑っててもお構いなしだね。ん？朝からやめなさいよ、絡むのは。なんだい、お姉ちゃんだっていつも兄ちゃんの味方ばっかりしてさ、たまには僕と一緒に怪しいんだよ。よしなさいってば、いい加減にしないと怒るわよ。二郎さんが私たちのためにどれだけ頑張ってくれてると思ってるのよ。アスカさん、僕なら気にして。飲んでなさいよ。すいません。いいよ、どうせ僕なんかいらない子なんだ。涙橋の下で拾われたんだ。飛びよう、この家出てってやる。トビオくん、ジローさん待って。トビオを追うなら配達もして。え、でもトビオくんが。それはうちの話、お客様には関係ないわ。だから早く配達して。荷物とセッティングを。いってらっしゃい。Yeah!
備お願い。ポーン！アスカさんか。ジローさん、聞こえる？トビオか。あれ、ノイズが多いな。もしもし、トビオくん帰ってきました？違うわ、トビオが勝手に。聞き取れないぞ。トビオが勝手に誘われたのよ。トビオくんがどうしたってんだ？アスカさん。Hi, long time no see. お久しぶりです。元気ですね。うわ、いきなりなんだ。誰だお前は。Oh, 私を忘れていますか。まさか。Yes, so です。あなたを改造した弱肉強日本支社の。Chief Executive Officer, つまり CEO、 ヒューストンからやってきたジャック・ニックです。ジャック・ニック、どこにいるんだ。私は今当社のエグゼクティブたちとパワーランチを食べて社長室でふんぞり帰っています。よし、そこを動くなよ。今から車をぶっ飛ばして、お前をぶっ飛ばしに行ってやるからな。おう、シャレですね。シャレ。日本の文化。日本の文化大好きです。外人の私が言うと、バカな日本人の力ですね。それどうでもいいんだけどね。いいのですか？さっきから通信が入ってますよ。ああ、そうだった。やっぱりダメだ。一旦ドンガメに戻るか。その方がベッター。楽しいことだといいですね。くそ、ジャークニックめ。やっぱりこれからぶっ飛ばしてぶっ飛ばすか？いやいや、まずは事務所に帰らないと。
ジローさん、トビオ君がどうしたって言うんですか？弱肉に誘拐されちゃったの。なんだって？こんな手紙が。ギャル文字も混ざってて読みにくいけど、どこで日本語を覚えてるか察しがつきますね。あ、しなよも小なりばって、さもなくばだ。はいはい、わーい。すいません、どうしよう、もうダメだわ、トビオに何かあったら。俺が言ってトビオ君を助け出してきます。でも奴の狙いは多分この俺です。え、手紙の裏にこれが。途中で敬語やめられると改めてムカつく。どういうことなの？俺をおびき出すためにこんなことを仕組んだんだと思います。だからトビオ君は無事なはず。でも今行くと次郎さんが危ないんじゃ。きっと何か罠が仕掛けられてるわ。大丈夫です、トビオ君は必ず救い出します。あ、次郎さん、配達もしてきますよ。次郎さん、トビオ、お願い、二人とも無事に帰ってきて。お待たせしました。
後悔するよりもやって後悔した方がいいだと？ふざけるな！やる以上は後悔が残らんよ。おりゃあ！ここに負け犬がいますよ。